ウォーミングアップ最初グッジャケン、はい、あこっちこっち、うわーどうしよう、自分のにしときよかったかな、いきます、うわー怖いなこれ、ギョせーの、あたりくっやったねー、やばいやばいやばい、待って、ゆきみちゃんのこれやばい、セリフまで、これ大丈夫なのかな、3、2、1、どうぞ。ねえキノコの語源って知ってる？知らないわよね。じゃあ私が教えてあげる。もしかは、こんばんは、早瀬ゆきみです。こんばんは、松岡美里です。モスカワ、はい、第54回がスタートしました、はい、ありがとうございま す。この番組はどんな無茶ぶりを受けても、はい、めげずに常に笑顔でお届けする、はい、超ポジティブ型可愛い系映像バラエティ番組です。よろしくお願いいたします。一部画像が乱れたようで申し訳ございません、大変深いの映像を大変申し訳ございません。いやちょっとね、あの、はい、語弊というかさ、そうですね、別にこれ、うん、あれだよね、うん、下ネタとかじゃないじゃないだろう。別にそう、ね、ごめんなさい、ごめんなさい、おいおい、それ一言が余計なんで、大人な人前室のこと、前室のこと、あですよね、そうでしょ、違う違う、このトガキがさ、うん、大人な人生経験豊富そうな女性って書いてあるからさ、なんか どういうテンションでいけばいいんだろうと思ってさ、いやだからそれを想像させるのは、ごめんなさい、向こうで買ってたら、ごめんなさい、こちらが言うことじゃなかった、言ってはいかんな、ごめんなさい、映像がねちょっとね見られてしまったんですけれども、綺麗な映像とかにね差し替えていただいて、いや違うな、これそうなんだよね、さっき私たちが話してたことを、うん、拾ってもらったって感じなんですけど、私、ね、今日電車でふとキノコの語源について、うん、もうほんとなキノコの映像見てたとかじゃないんだけど、ふと、うん、あれキノコって漢字どうやって書くの、キノコって木の子供のキノコじゃねって思ったの、そうですね、そう思っちゃったんだよね、だけど違ったんだよね、そうそう、草冠に耳だったから、そうって話をおかしくない、だって木の子供が語源なのに、なんでなんだろう、そう語源はさ木の子供なんだよね、そうさっき調べたらそうだったのよ、なんでなんだろうね、知らんがな、ね、まあいいよ、もうこの昨日の話はどうでもいい、昨日の話はどうだっていい、ネタとか言うから、ごめん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 なさい、健全な番組なんだからこれ、そうだよそうだよ、健全な番組なんだから、うん、本当にそういうことじゃないんだからね、はい、しまいまーす、はい、しまいまーす、近況トークだよ、台本、あ台本に戻した素晴らしい切り替え、一回もう切り替えます、はい、近況トークありますか、近況トークですか、はい、あるでしょ我々、あります、そう皆さん、うん、私がね、うん、もう過去をね、ちょっと待って、焦ってるだろちょっとごめんなさい、あの過去のね放送回でもちょこちょこおパンチウサギの話をしてたんですよ、うん、そうそうそう、覚えてますか、覚えてますよ、もうなんか覚えさせられた常に隣でね、そうもうね、言ってきたんですけれども、ええ、なんとおパンチウサギが今新宿のルミネエストで、うん、なんとコラボカフェ、そうね、やばくない？やってたんだよね、おパンチョ食堂、そう、おパンチョ食堂っていう、私が見つけて、そう、私が誘ってしまった、そうだよ、私より先に情報を、そう、俺はここに行きたいっていう LINE を送って、LINE をね、はい、そうなんですよ、松岡が教えてくれて、うん、この前一緒に行ってきたんだけど、そう、あれすごかったよね、なんか食堂っていう名前の通りさ、メニューがなんか定食なんだよね、そうそう、おパンチョ定食、おパンチョ定食、なんかチキン南蛮とかさ、生姜焼き定食とか、そう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 、その中にある本当に食欲が失せてしまいそうなピンク色の味噌汁、うん、そう、これが飲みたくて、私おパンチウサギってピンク色だから、 そう、それがモチーフになってて、なんか全部ピンクなの、ね、そう、とにかくピンクなの、そうそうそう、味噌汁もご飯の色もピンクだし、ピンク、ポテサラもピンクだった、ね、ピンクだった、ピンクだった、そう、謎のなんかうん、白いパンツの形した小皿もあったし、そうそう、あって、 なんだこれみたいな、そう、いやーよかったね、あれね、あれよかったんだよ、うん、なんかね、ずっとさおパンチの歌があるじゃん、うん、あのちょっと奇妙な音階のさ、どう頑張ったって覚えられない
ない音階の歌がずっと流れてて、うん、調べてほしい、おパンチウサギの歌っていうのを調べてほしいんだけど、そうなんです、すごくなんかもうおパンチに染められた空間だった、一生歌えない音程の歌が流れてる、絶対に無理な、本当に、いやあれはちょっと誘ってもらってありがとうっていう気持ち、ちょっと正直な話、うん、楽しかった、ちょっとハマってるでしょ、本当に正直ね、正直な話、正直ハマってるでしょ、ハマっている、そうだよ、だって私松岡のさスマホにもさおパンチ挟んでるしさ、うん、もしかのスタッフさんにもさ一、うん、人ずつにこうこれが、ね、挟んでる、そうまだちょっとあのねディレクターさんにはできてないんですけど、ね、ちょっと今後はこっそり挟んでいこうかなと思って、いやこれ挟まれたら終わりです、そう挟まれたら終わりなの、本当に挟まれないように、うここの入り口に入らないように気をつけてほしい、実は洗脳されてるんだよねちょっとずつゆきみちゃんにね洗脳されてるからね、そうなんだよね、ぜひ気をつけていただきたい、はい、皆さんもちょっと調べてくださいおパンチソングをね、被害者1なんではいということで、はい、そろそろ参りましょう、今回もめげずに可愛く頑張っていきますので、皆さん最後まで目をそらさないでくださいね、せーの、よろしくお願いします。この番組はシーサイドコミュニケーションズの提供でお送りします。早瀬ゆきみ、松岡美里のもしかわ、メールをご紹介していきましょう、はい、もしかわネームリッスンリスさん、ありがとうございます。2周年の締め会お疲れ様でした、どうも、今回は祝賀があったり、合ってる祝賀で祝賀じゃあ祝賀、祝い花、祝賀があったり、はい、うん、しりとり企画やカードゲームがあったり楽しかったです、はい、なかなかしりとりでは頭が回りませんよね、うん、おまけ会でのスゴロクのパネル2台目でしたね、前回とは違い魔のスタート戻しがない分良かったですね、まあ最初は撮影会みたいだったりモノボケしたり、ゆきみちゃんは大変でしたけど、はい、大変だった、スゴロクの中では松岡がチャレンジしたもしかのいいところを10個言います、自分もチャレンジしますね、お1、いっぱい言って、2人が可愛い、おいいね、2、スタッフさんが作る娘を見るかのような空間親戚の集まりみたいな空間が広がって、ね、成長を見守る感じね、成長見守る、はい、3、ゆきみちゃんのデレ、おー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 、なるほど、 4、ゆきみちゃんのたまに出る名言なんか私のこと好きなんかな、好きかもしれないこれ、そうだね、ゆきみちゃん、はい、5、松岡の元気な声、おー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 、6、松岡のへこたれない精神、おお2個ずつ言ってくれたんだ ね、いいところ ね、 ね、うん、ありがたいありがたい、これは何個言ったんだ、 1,2,3,4,5,6,7、はい、収録部屋のデザイン、おーおー、シーサイドを褒めたね、シーサイドを褒めてくれたね、うん、素晴らしい、8、無茶ぶりに挑戦する2人の勇ましさおありがとう、ほう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 、8、9、はい、モノボケ最多出演日岡先生のクリーチャーたち、クリーチャーね、これに関しては日岡先生を褒めているね、日岡先生ありがとう、ありがとうございます、はい、最後、10、3周年目も固く結ばれた絆あるのかな、どうでしょう、さっきちょっと亀裂入ってたけど、そう亀裂入ったけどメイク中に、これからも応援しています、ありがとうございます、ありがとうございます、すごい見てくれてるね、ね、そうだよ、もう部屋まで褒めてくれちゃってるの本当じゃん、シーサイドの全てを褒めてくれてる、本当じゃん、もしかを通してシーサイドを褒めてくれる、うん、いやありがたい、ありがたいね、こうやって見てくれてるのは、そうですね、3周年目も固く結ばれた絆だって、噛むなよ絆だって、そう、ここね、パーティションなくなったの、そうそうだよ、3周年目にして初めて絆ちょっと無理かも、こういうのちょっと無理かも、ちょっと無理かも、ちょっと硬いか分かんないね、硬く結ばれてるか、ちょっと、ね、柔らかめな絆やっていこうかなと思います、はい、そうしていきましょう、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、続いて、はい、猫好きな犬飼さん、ありがとうございます、松岡くん、早瀬さん、はじめまして、お、はじめまして、はじめまして、つい最近会員になった新参者です、今は初回放送から順番に見ています、最新回に追いつくまでにかなり日にちがかかりそうですが、うん、それまではお預けです、うん、ネタバレに気をつけつつ楽しみたいと思います、うん、最新回に追いついたら改めてよろしくお願いします、かっこ未来の松岡くん、早瀬さん、とのことです、お嬉しい、追いついた追いついた、ここに追いついた、
ないかな。追いついた。猫好きな犬飼さん、今何回目なんだろう ね。今どこまで見てんの。そう、でもあのこの人すごい、もしかわのあのハッシュタグ、うんうん、私結構定期的に見るんだけど、もうすっごいつぶやいてくれてて、うん、ね、嬉しい。嬉しいよね、ちゃんとさ、非常に嬉しい。あ、一から見てくれてるって。そうそうそう、うん、でもさ、そのさタグだけ見てるとさ、うんうん、どういうシチュエーションみたいなさ、そうそう、ね、どこの階のどうだ、どこの階なんだってのあるじゃん、たまに。私たち何やってんのみたいな瞬間あるよ。文字だけ見ると ね。そうそうそう。いやでも嬉しいね、こうやって本当に初回から見てくれて成長を感じてほしいね。いやね、自分じゃちょっとあの恥ずかしいもんで、1は1とか絶対見れない。見れない、見れない、絶対無理、絶対見れない。ちょっと代わりに見ていただいて、うん、ありがとうございます。どういうところが成長したかを ね教えていただければ、我々の代わりに。気恥ずかしいわ、はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。続いてマシカーネームヨスワさん、ありがとうございます。松岡ゆきみちゃんさん、お松岡ゆきみちゃん、松岡ゆきみちゃんってなってますね。ありがとうございます。太陽石です。はい、こんにちは、初投稿です。適当だな、適当だな。はい、僕は、うん、松岡と同じ兵庫県出身なのですが、うん、この間兵庫県出身の友達とトライアルウィークってあったよなという話で盛り上がりました。トライアルウィークとは全国共通の言葉に直すと職業体験です。ああ、お二人は職業体験どこに行きましたか、うん、PS 僕は松岡と同学年で、ゆきみちゃんさんと同じ年生まれなのですが、同世代の人がこんなにもなんというか凄まじい番組をやってられるのを やられてるのを見て、僕も頑張らないといけないなという気持ちになります。これからも頑張ってください。応援しています。ありがとうございます。あのそうやって思っていただくための番組ですね、うん、そう本当にそのための番組だから、下には下がいるっていう、そうこんなやつも頑張ってるよっていうのもそうね、あのヒーヒー言ってるのね、そう見てもらう番組なんでね。え、どうですか、トライアルウィーク。トライアルウィーク、はい、懐かしい。おー、よかったね。もうね、多分ね、うん、この話したら私の地元バレる。マジ？マジバレる。兵庫で共通なのかな。え、兵庫なの？兵庫で共通なの？私は職業訓練、職業体験だった。訓練してた。訓練じゃないの。職業体験だった。厳しいことしてたね。そう、中学ぐらいの時にあったよ。職業体験は。え、トライアルウィークでしょ。職業体験なんてそんな固い名前。トライアルウィークってトライがカタカナで、やるがひらがななんだよね。トライアルウィーク。トライアルウィークって言ったでしょ。そう、そういうこと。え、どこ行ったん、ちなみにそれは。私はね、なんか、うん、職業体験が全部終わった後に、はいはいはい、そこでやってるバイキングが無料で食べられるっていう噂を聞きつけて、うん、ホテルに行きました、うん、その先輩方の噂で。そう、あそこ行ったら無料でたっけえバイキング食わせてもらえるらしいぜっていう噂聞き、食べた。あら、噂本当だった。1回5000円する。ガチ？そう、バイキングを無料で食べました、うん、中学生が？中学生が。あら、どうだったの？バイトというかさ、バイトじゃないや内容的にはどうだったん？でもなんかベッドメイキングしたり、 あとフロントやってみたりとかかな、はいはい、フロントもできるんだ。なんか適当にフロントやったかな。適当にとか言ってた。適当にフロントなんか、覚えてないけど。いいな。でもそのバイキングのことしかちょっと正直あんま覚えてないまあそうだよね、それ目当てなんだよ私。いいな、職業体験。何やった？私ね、セブンだったの。え、待って、セブンだって高校生だったらそう、どこでも誰でもできるんだけど、なんかね、その、まあ、近くのお店が基本的に選べたじゃん、うんうん、だけどなんかやっぱセブンはコンビニだからさ、うんうん、あんまりその特別感みたいなとこだとないじゃん、ね、だからこうあんまり枠がいなくて、うんうん、私どこでもいいやと思ってたから、うん、セブンにしたんだけどもうコンビニね、うん、やばかった。私小銭ぶちまけるわ揚げ鶏落とすわで、もう最悪の店員っていうかさ、最悪のやつが入ってきちゃったって、ね、多分中学生にして向いてないことが分かったんだね。よかった。だからその職業体験で私はコンビニはダメなんだっていうのを気づけたから。本当じゃん、本当に働く前でよかったね。そう、よかったよ本当に。うわ、本当にね、落とした揚げ鶏とか絶対嫌だもんな。ねえ、嫌でしょ。うん、そうなん、ちょっと食べようか迷ったけどやめたよ。絶対にやめてくださいダメよって。そりゃそうだ、常識ある人と働いててよかったわ、うん、いやそんな日が
あったね。え、喋りたいトライアルウィークのこと。ちょっと懐かしい。なんかそういう兵庫とかさ、私は東京だからそんなないけどさ、うん、なんかその地元だったり地域の言葉ってあるからさ、なんか送ってきてほしいよね。確かに。どんどんそう、これ知ってますかみたいな。なんちゃらギャップ。そう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 。地域ギャップ？なんかどれにしようかなが違うとかそういうやつだよね。あー、あるよね。ね、楽しいよね、ああいう話。まだ行きますか？いいですか？大丈夫ですか？続いて、テノンさん、ありがとうございます。ありがとうございます。ヤケンちゃん、松岡、こんばんは。こんばんは。時々、あれ？もしかわって何の略だっけと思ってしまうことがあります、うん、そんな時、公式ツイッターやサイトを見るとものすごくちっちゃい、あ、ものすごくちっちゃい字で、もしも雪見里が無茶ぶりを受けてもめげずに可愛く頑張った時と書いてあるので、あーそうだったそうだったとスッキリします。これからもあのちっちゃな文字を消さずにいただけるととても幸いですって書いてあるよ。ここね、このちっちゃい字ね、ここに久々に言ったわ。本当だよ。もしも雪見里が無茶振りを受けても、めげずに可愛く頑張った時、正式名称こちらですからね。ちっちゃちっちゃいね。本名これだったんだね。そういえばうちらもたまにもう忘れるよ ね。忘れてたし、これ言ってくれなきゃ、うん、なんかの略称だったことも全然覚えてなかった。そう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 、もうもしかわとして生きてきてしまった、うん、受け入れていてごめんね、うん、なんかごめんね、うん、でもあれ、ちっちゃな文字を消さずにいただけるととても幸いですって書いてるので、それが消さないだけで幸せになってくれる人がいるんだね。そうですよ、本当にこれだけは消しちゃいけない。このテノンさんのためだけに。そうだ、ね、残しておこう、残しておこうか。そうだよ、そうだよ、歴史だからね、これ。そうだね、歴史だね、歴史だよ。なんかいろんなあの苦い歴史も入ってるような気もするけど。そうだね。ちょっとこの時代の映像はちょっと見るのは怖いところありますね。はい、見れません。見れません。代わりに見ていただければよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。ということで、お時間が来ましたので、はい、ここまでになります。はい、引き続きね、メールはお待ちしておりますので、はい、どんどん送ってきてください。よろしくお願いします。お願いします。綾瀬ゆきみ、松岡美里のもしかは。続いてはこちらの企画です。相方のことは大事に思っているけど、勝負は勝ちに行かなければならない。途中に入ってくるかと思ったら、私の終わりまでしっかり待ってくれた。ありがとうございます。番組特製無茶振りカードを使って行うバトルコーナーです、はい、私たちの手元にはそれぞれカードが7枚ずつ配られています。そのカードには大喜利、モノマネ、滑らない話などいろんなお題が書かれており、自分のターンになったら相方にやらせたいものをチョイスします、うん、相方がそのお題をうまくこなすことができなかったらダメージを1与えることができ、うまくこなされてしまった場合はノーダメージです、うん、先にダメージを2食らった方が負けとなり、罰としてダメージを食らったお題の中から勝者が指定したものをもう一度やらなければなりません。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ちなみにノーダメージだった時の判定はこちらになります。ありがとうございます。ダメージを受けた時の判定はこちらです。ありがとうございます。ということで、やっていきたいと思います。あ、どうした今日。常に感謝をっていう。そうそうそう、っていう。なんでなんか得積もうとしてる、うん、まずカードデッキをねチェックしましょう。はい、見ます。まずさ、見てほしい、ここにさ、もうスケッチブックがある時点でお察しよな。お察しよね。怖いよ。おお、何、おはぁ、ほう、おお、うわー、ほう、なるほど、なるほどね。うわー、うわーうわー、これどうなの。これ気になるな、聞きたいけどな。はいはいはい、まあまあ、わかりましたわかりました。え、もうわかった。わかりました。いや、これ見たいけど、これを出したら絶対カウンター食らわされそうだなってのはある。こわ、いや、じゃあまず先行後攻決めよう。はい、はい、OK です。いや、もうパーティションないんだわ。だから何、手が出るってこと。何、怖い怖い、出してもいきいいってこと。最初はグーじゃんけんぽい。おお、やった、勝ったな、これは、じゃあ先行で。え、本当に先行でいいの。え、待って、え、待って、本当に先行でいい。あれ、合ってるよね。本当に、え、合ってるよね。先に出した方が相手がやるんだよね。あれ、合ってるよね。先行で、先行で先行してもいい。いいんですよね。
はい。あ、なんだお前。騙されないか。なんだお前。無理か。危な。今ちょっとガチで、え、じゃあ高校でって言うかと思った。本当に揺らいでくれたんだよね、今。え、どうしよっかな。どうしよう。なんかね、今日出したいのめっちゃあるわ。何？出したいの？まあ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 、いいでしょう。はい。いいでしょう。何がいいんですか？これかな？せっかくだし。何？おー、ギリ。はーい！でもこれは、あれよ。結構いいよ。面白い回答が出せたらノーダメージ。つまらなかったらダメージ1。お題。こんなことするのは松岡じゃない！偽物だ！なんでそう思った？私これ友達に言われたのある。何それ。あるあるある。ストックあるじゃんこの人。ちょっとストックしてた。でもこれさ、つまんなかったらダメージ1だから、うん、もうあれよ、ディレクターさんの面白さに刺さるかどうかだから。そうやって、なそうだよね。そうだよ。あ、そう、私じゃないか。あ、ダメだ、逃げ道を作ってるこいつ。どうやって説明しようかな。うわー、でもこんな松岡は松岡じゃない、こんなことするのは松岡じゃないっていうのを自分が書くってことはちょっと難しいよね。あ、すっごい真剣だから。すっごい真剣。おー、結構書いてんね、スラスラと。え、なんか長くね。長いです。長くて大丈夫？ちょっと待って。いや、めっちゃ消してるんだけど。自分、松岡。はい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 、はい、OK です。いける？うん、いくよ。はい、じゃあいきます。こんなことするのは松岡じゃない、偽物だ。なんでそう思った？トイレから出た時ハンカチを取り出し手を拭いた。判定をお願いします。よっしゃ、やった。待って、どういうこと、どういうこと、何これ、どういうことか分かんなかったってこと？と、ちなみになんであれですか？ダメだ。あー、じゃあダメなんだよ。じゃあね、聞いて、友達が、はい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 、私って、うん、私に似たやつが、うん、世の中にめっちゃいるらしいんですよ。後ろ姿とか、そう、顔とか、うんうんうん、後ろ姿とかで、うんうん、よく松岡みたいなやつが街中によくいるらしいんですよ。私もよく言われる、うん、で、うん、なんかその人が、あ、松岡だと思って追いかけてったら、はいはいはい、その人がトイレから出た時に、うん、ハンカチを取り出した。あら、この瞬間に松岡がハンカチなんか持ってるわけないってなって、うん、あいつは松岡じゃないってことに気づいたっていう話、ね、実体験言ったのに。確かにな、松岡いつもこうやって拭いてるもんね。じゃあそれはやりすぎだって。こうやって拭いてるってね。髪の毛に還元してる。もういいよ。もういいし。私じゃないし、滑った。あ、私じゃないし、逃げ道作ってる。友達だし、いけないんだ。もうそんなことするんだよ、君ちゃんって。へー、そんなことするんだ。まあまあまあ、じゃあこっちだってやってやるもんね、はいはいはい、どうぞ、いきます。まあですよね、即切り。え、このカードの説明を読み終わったらすぐに答えなきゃいけない大喜利。書かない？面白かったらノーダメージ、面白くなかったらダメージ1。お題、叫んだら楽しそうな中華料理を思い切り叫びなさい。3、2、1、どうぞ。エビチリー。え、なんで？うわー、もしかしてエビチリ嫌いですか？エビチリは好きだよ。あ、よかった。え、だけどダメなんですか？え、なんでエビチリが、理由はエビチリが好きじゃないから、うん、なんで罰？あれ、何？面白かった？あー、そっか、ね、待って、はい、傷えぐられてる私、もしかして。面白くない？あー、ダメだ。え、ホイコーローだったらどうでした？あ、でもちょっと長めの方が良かったかな。確かに今ね、本気のね、反省会が開いてるこの場で。そうだよ、はい、いやさ、だってパッとさ、中華料理って言われてさ、うん、何出てくる？私、麻婆茄子。うわー、いい線いってんね。お、なんでこれ麻婆茄子マジで上からなんだよ。麻婆茄子いい線いって負けたくせに。やったやった、ダメージ1。うわー、もっか。やったじゃあ、ちょっと久々に、うん、何これにしようかな。何聞きたい。何ででん。英語で童話、英語でちょっと待って、カサ地蔵を手短に読み聞かせてください。カサ地蔵、英語ができていなくてもやる気が伝わったらノーダメージ、伝わらなかったらダメージ1。ほら、やる気。ディレクターさんが言うか、カサ地蔵、カサ地蔵、ほら知らない、やった、知らない人に、知らない人に説明する。うん、感じでね。まあ、ちなみに私も知らないに片足突っ込んでるんですけど。私も片足突っ込んでんだよな。まあ、でも雰囲気でね。そう、はい、OK です。では、いきますよ、松岡美里で、はい、英語でカサ地蔵、どうぞ。 One,
ストーンヒューマン。あ、ストーンヒューマン。ストーンヒューマン。あお、here。あお、in winter。ああ。おあお、シン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 。擬音が。共通だもんね、シンシン。Woke。One, Snow humor happy.Job. Main job is umbrella worker. Umbrella が many many by になった。バイ。バクレ？バクレ？バズ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 いやでもあのやる気は伝わったよ。伝わったでしょ。伝わった。え、ちなみにさ、あの、うん、何だったの？なんとカサジ像って最終的にどうなりました？うん、なんかさめちゃくちゃあの石像がなんか夜こうやって行列で歩いてるっていうのだけ知って。え、そんな怖い話なのあれ？めっちゃ怖いよあれ。え、怖。そう。あ、お礼を届けに。そうそうそう。くれたお礼をシェアアピシェアアピ。うんうん、あ、じゃあシェアハピまでは合ってたんだ。合ってる。あ、そのハピが違ったんだ。そうそうそう。バズっちゃったんだ。バズっちゃったんだよね。シェアハピしちゃったんだよね。そう、難しいな。まあ。でもいいじゃん。1-1ですか、今。いや。1-1でもいい。ポイントをさ、取らなきゃ1なら。あ、そうかそうか、そうだ。そうだ。え、でも、うん、今私でもダメージ2？ ダメでした。ですよね。ってことは私。え、私こっち？え、負けたんじゃない？コーナー間違えてた。ですよね。これで間違えた。私？あれ、あんた負けた？私もしかして負けた、やった、勝ったということで勝者は私です。何なんだこれ、やった。なんでこんぬるっと負けないといけないんだぬるっとちょっと久々感でしょ、うん、やったぬるっと負けたじゃん。分かったよね私ね、うん、やったありがとうございます。なんで自分で私負けたって言わなきゃいけないんだ。負けです。おい、はい、ということで改めてこれね、このコーナーの怖いところ、もう一回見たいお題をチョイスできるんですよね。勝者の遊びですね。やったものでね、うん、やったものだからね。やったもの結構少ないんだよね、今回。割とストレートで、そう、即切り大喜利、映画でどう、英語で童話はまあまあいいでしょう。大喜利か即切りかどっちにしようかな。じゃあ即切りでしょう。ちょっと待って、即切りだなこれは。書いてんですか。ジャンル？怖い怖い。あ、その今中華料理にしてる。だってもう今私の中では麻婆茄子しかないからね。でしょ？頭の中に。そうだよ。そう、さすがにそれはかわいそうだから、うん、そうだよ。うーん、怖い怖い、この人怖いよ。じゃあまあこれにしようかな。何？まあ中華料理の対比といえば韓国料理ということで、おい叫んだら楽しそうな韓国料理、思い切り叫びなさい。ではどうぞ。コチュジャン。お
はい、安定ないしね。次にね。安定ないしね。はい、いいですか、私が締めて。料理なのか。いいですか。はい、いいぞ、相方のこと大事持ってるから商売勝ちに感謝。ありがとうございました。調味料じゃない。早瀬君。松尾神さんどうぞ。もしかは。お送りしてきました。もしくは第54回もあっという間にエンディングのお時間です。番組では皆さんからのメールをお待ちしています。お待ちしております。アドレスはもしくはmoshikawa@seaside-station.net です。どんどん送ってきてくださいね。お願いします。はい、まずは番組からのお知らせです。もしくはの本編はここまでとなりますが、ニコニコチャンネル会員限定のおまけ動画がございます。ありますね。YouTube でご視聴してくださった方も。手をどうぞ。ぜひニコニコでのチャンネル登録をお願いいたします、うん、お願いいたします。それから番組公式ツイッターもあります。私たちもつぶやかせていただきますので、ぜひフォローしてくださいね。アカウントはもしかわアンダーバー YM です。はい、またツイッターで番組のことをつぶやく際には、はい、ハッシュタグもしかわをつけてツイートしてください、うん、よろしくお願いします。お願いいたします。どうしたん、どうしたん、すねちゃったん、すねてんだよ、すねちゃってんだよ、コチュジャンで滑った。そうだよ、滑ったよ、滑ったよ、開き直った。そうだよ、どんな料理だって入ってるじゃん、こっち。何がダメなの、韓国料理ね。そうだろ、そうだよ、ね、入ってんじゃんか。そうだよ、全ての料理を言ったと言っても過言じゃないんだぞ。大元だよ。でも料理、あ、もう料理っちゃ料理だよね。そうだよ、大元だもんね。そうだよ、そうだよ、だけど、うん、まあ刺さらなかったっていう。それだけで泣いちゃった、泣いちゃった、スネちゃんも泣いちゃった。いやこのくっさーゲーム自体なんか久々じゃないかもだけど、久々な感じしたよね。なんかね、なんかさ、うん、新しいのが多かった。そう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 、なんて言うんだろう。いやちょっとね、出したいのもねまだまだたくさんあるから、ちょっと今後ねまた出てくるかもしれないから。そうだね、言わないでおきましょう。言わないでおいてあげよう、はい、そうしましょう、みんなのためにね、うん、そうということで。そうそう、ぬるっと今日ぬるっとしてんな、まあね、そうなんですよ。まあ我々はさ、うん、この後おまけコーナーもありますからさ、そうだ、ね、体力をこうあれだよ、ちゃんと残しとかなきゃいけない。もう無理なんだけど。終わりで言わないでそれ。ね、激沈してるんですけどね、この後もまだまだね頑張っていかなきゃいけない。この後結構大変なんだよ。そうそう、みんなおまけも本当に見てほしい。見てほしい。言うけど、そう、本当だよ、本当。こんな感じのもっとさらになんかドタバタしてるから、ね。ドタバタしてるから、ぜひ見てください。見てください、お願いします。ということで今回はこの辺でお別れです。うん、次回の配信は6月2日です。2日です。梅雨だね。おということで、皆さん見切りをつけないでくださいね。ということで、ここまでのお相手は早瀬ゆきみと松岡美里でした。またね。この番組はシーサイドコミュニケーションズの提供でお送りしました。